みじん切りにした、唐辛子乾燥させた、唐辛子唐辛子畑唐辛子は、中南米を原産とする、ナスカ唐辛子属の果実あるいは、それから作られる辛味のある香辛料である。栽培種だけでなく、野生種が香辛料として利用されることもある。唐辛子属の代表的な種である唐辛子には、様々な品種があり、ピーマン、シシ唐辛子、 パプリカなど辛味がないかほとんどない甘味種も含まれるが、ここでは辛味のある品種から作られる香辛料について述べる。唐辛子族は中南米が原産地であり、メキシコでの歴史は紀元前6000年に遡るほど非常に古い。しかし、世界各国へ広がるのは15世紀になってからである。唐辛子属が自生している南米では、 ウルピカなどの野生種も香辛料として使われる。唐辛子の辛味成分はカプサイシン類である。この辛さは刺激が強く人により好みがある。粘膜を傷つけるため適量を超えて過剰に摂取すれば胃腸等に問題を起こすこともある。皮膚の弱い部分に付着すると痛みを引き起こすことが多い。 唐辛子の収穫や加工、料理のため唐辛子を触った手で粘膜に触れた場合、強い刺激を受ける。唐辛子属には、数十種が属するが、そのうち栽培種は次の5種である。日本で栽培されているのは主に唐辛子だが、沖縄や伊豆諸島では、木立唐辛子の品種の島唐辛子が栽培されている。レッドブートジュロキアグリーンバード。 SI シリーズ一般的によく使われる唐辛子、世界で最も辛い唐辛子、カプサイシン受容体、TRPV1 は痛み関連受容体に分類されており、唐辛子の辛みは、口内の痛覚である。鳥類はカプサイシンを感じ取るレセプターが存在せず、唐辛子の辛みを感じないと考えられており、種子の散布戦略として、このような進化をしたと考えられる。 野生の哺乳類などは、一般的に、カプサイシンの辛味を好まないが、マウスに少量ずつ、カプサイシン入りの餌を与えると逆に、カプサイシンの入った餌を好むといった、実験結果も存在する。唐辛子の漢字は、唐から伝わった辛子の意味であるが、歴史的に、この、唐は、漠然と、外国を指すごとされる。同様に、南蛮辛子 薬した南蛮という呼び方もある。鷹の爪は、唐辛子の総称ではなくて、一栽培品種の名である。九州の一部や長野県北部地域などでは唐辛子を、胡椒と呼ぶことがある。外来のという意味で、南蛮胡椒、高麗胡椒とも呼ばれ、沖縄県では、高麗グスという方言で呼ばれる。一説には、大陸との交易で潤っていた地域では、唐辛子に、 音が通ずる、唐辛子の呼び名を避けたためとも言われる。また、他地域で言うところの、胡椒を、区別のため、洋胡椒と呼ぶことがある。英語では、産品としては、レッドペッパーあるいは、チリペッパー、植物名としては、カプシカムペッパーと呼ばれる。胡椒とは、関係がないにもかかわらず、ペッパーと呼ばれている理由は、胡椒と同様に辛い香辛料だからである。 英語での一名、チリは、メキシコのナワトル語での唐辛子の故障チリに由来する。南米西側の地名、国名、チリとは、語源が異なる。緑から赤へと熟していく唐辛子の果実故障と、同様、料理に辛みをつけるために使われる。また、検医薬、闘争、闘症の治療、育毛など薬としても利用される。 果実は緑のままでも食べることができる。一般に緑色のものは青唐辛子、熟した赤いものは赤唐辛子と呼ばれる。果実を干渉するための唐辛子の品種もある。未成のまま食べる場合と乾燥した後に使う場合とがある。チポトレのように訓練してから使う場合もある。醤油や酢、食用油、泡盛りなどに漬け込むと。 それらに辛味を与えるので通常とは違った風味の調味料とすることができる。使った状態の唐辛子は取り出して刻みサラダなどに利用することもできる。日本では1960年代には年間7000トン程度が生産され輸出もされていた。2018年には逆に輸入品が主で輸入量14000トンに対して国産はその1%程度である。 市町村別では、栃木三鷹を生産する栃木県大田原市が、ほとんどの都市で首位を占めている。料理に、唐辛子が多く使われるようになったのは、比較的最近のことである。1980年代以降、エスニック料理が浸透し、激辛ブームが起こる以前には、薬味や香り付けに、一味唐辛子や日本特有の七味唐辛子が少量、使われる程度であり、 市販のカレーも辛口の商品に関しては少数に止まっていた。今も年配の層には唐辛子の辛味を苦手とする人は多い。インドやタイ韓国などの唐辛子が日常的に使われる国、地方では小さい子供の頃から徐々に辛い味にならしていき、舌や胃腸を刺激に対して強くしている。一方で日常的に使う習慣のない場合は、 味覚としての辛味というよりも痛みとして認識され敬遠される。このことからも痛みを味覚として好むということ自体多分に社会文化的条件づけによるものと言える。これらの国が唐辛子を積極的に摂取するのはメキシコや西アフリカ、中国の四川省、湖南省など夏に暑い地域が多く食欲を増進し、 発汗を促し暑さ負けを防ぐためであると言われる。ただし、台湾、沖縄など暑い季節が長いにもかかわらず、さほど唐辛子を好まない地域がある一方、韓国、ブータンなどそれほど暑くない地域で唐辛子を特に好む食文化もあり、唐辛子の思考は単なる気候的要因ではなく、文化的要因によるものが強いことが伺える。 洋々唐辛子の佃煮フィリピンや中国など、アジア圏では葉を青菜と同様に炒めて、食べたり、汁物の実としたりすることもある。日本でも葉唐辛子を炒めて、食べたり、佃煮ににしたりすることもある。栄養価格最新には、食欲増進の効果がある。ビタミン A とビタミン C が豊富なことから、夏バテの防止に効果が高く。 特に暑い地域で多く使われている。除虫の効果もあり、食物の保存に利用されたりすることもあるが、サルモネラ菌や大腸菌などの食中毒の原因菌を殺菌する作用はなく、食中毒を防ぐことはできない。旨味成分であるグルタミン酸も多く含まれている。長寿命化。ハーバード大学公衆衛生学部の研究によると、唐辛子をほぼ毎日食べた人は、 死亡のリスクが14%低いことが分かった。研究著者のルーチーによると、他の研究からのいくつかの証拠は、カプサイシンなどの唐辛子の生物活性成分が、悪玉コレステロールとトリグリセリドを低下させ、炎症を改善する、可能性があることを示唆している。悪影響唐辛子を多く取る国は、胃がんや食道がんの発がん率が高いと言われている。 唐辛子の過剰摂取と発んの関連性が指摘されているが、国際癌研究機関による発ん性の可能性がある物質とは認められていないため、カプサイ新単体が発ん性を持つわけではない。高い発ん率は、唐辛子の貯蔵中に発生するカビが生産するカビ毒が原因と考えられている。唐辛子の役よけ現在世界中の国で多く、 使われているが、アメリカ大陸以外においては、歴史的に新しいもので、正確な伝来年とヨーロッパ内での伝播についての詳細は不明である。クリストファー・コロンブスが1493年に、スペインへ最初の唐辛子を持ち帰ったが忘れられ、ブラジルで再発見をしたポルトガル人によって伝播され、各地の食文化に大きな影響を与えた。 現代の中華料理は唐辛子を多用し、特に、超高中流域の四川料理、湖南料理、湖北料理、紀州料理、千南料理は辛いことで知られる。しかし唐辛子の伝来については、不明な点が多い。三つのルートが推測されている。陸路で、中央アジアから、シルクロードで、中国西部の新疆を経て、西安にたどり着いた。海路で、 原産地のメキシコから太平洋を横断し、フィリピン経由で大陸にたどり着いた。カイロで、ポルトガル人は植民地ゴアを拠点に、東南アジア、新たに植民地にしたマカオを経て、中国南部の関東省や厚生地湾族自治区あたりに上陸した。理事鎮、本蔵項目にはまだ唐辛子は見えず、文献上は、民末の高連の草カフを及び、 従う聖八千及び、新書の陳語、歌教に、万古章の名で見えるものが古い。初期においては主に鑑賞用であったらしい。四川料理で使われるようになったのはさらに時代が遅れる。県流年間の理覚すのき、李長元、聖炎六は、四川料理に関する、最も古い書き物だが、まだ唐辛子は使われておらず。 過強年間になって初めて四川で唐辛子を栽培したという記録が見られる。したがって、超高中流域の料理が辛くなったのは19世紀、初めと考えられる。干賞用の唐辛子、日本への伝来には諸説ある。日本に伝来した初期は、食用として用いられず、干賞用や毒薬、旅のつま先に入れて霜焼け止めとして用いられた。 個性の種みこと式棒より木。ナス種増える自分に食、とある感、強食量。ナス小種の様に食平気なり、ボケの皮赤木袋なり。そのうちに、種あまたありなり。赤皮の辛さ召喚量。個性の味にてもむの、真珠無類。長実防衛春、多門院、日誌六百十四年の芝ポール遺説では、 南蛮胡椒には大毒があり、和国から初めて来たので、俗に和毛子というが、近頃これを植えているのを見かけると書かれており、イソヌが、高来以前の韓国食生活史研究にて、日本からの伝来説を示して以降、それが、日韓共に通説となっている。伝来理由としては、朝鮮出兵の時に武器、または、血流増進作用による、刀症予防薬として、 日本からの兵が持ち込んだものである。1460年に発刊された食料産用にチョジャンという単語があるとし、それがコチュジャンを意味するもので、日本伝来の唐辛子とは違う韓国固有の唐辛子がすでにあったと主張する韓国の研究者も存在するではなくファーチュを示す。しかしこの説に対し、 1670年の料理書、飲食地味方に出てくる数多くのキムチにも、唐辛子を使用したものは一つも見られず、韓国の食品に唐辛子を使用した記録が19世紀に少し出てくる程度であることから、疑問も呈されている。ありがとうございます。